元気いっぱい。ゆあにチャンネル。みなさん、こんにちは。ゆあにチャンネルのゆうです。あいです。みです。パパです。はい。今日の企画は、漢字の由来。イエーイ。はい、ということで今日は漢字の由来。やっていきたいと思います。はい、漢字には一つ一つ意味があると思うんで、その由来を調べていきたいと思います。はい、今日はみんなに紙に一文字ずつ書いてもらったんで、それを一個一個調べていきたいと思います。じゃあレディーゴー。イエーイ。はい、じゃあ、ゆうの漢字から見てもらってください。ゆうの漢字は、花という字です。はい、花という字の由来を調べていきます。はい、はい、花という字は草冠に化けるという文字で構成されており、化けるの部分の解釈が重要となっています。化けるの左側は人偏なので人間の様子を表しています。はい、どこですか。ここが人偏で、ここのここなくしたら化けるという字になって、ここなくしたら草冠という字です。はい左側は人間が倒れている様子、これが人間が倒れている様子ね。これ変わって感じかな。右側は人間が座っている様子なんです。え、どこ右って これ、 あ、これね、見せて。これは見てない、見えてない。これが、はい、これが人間が倒れている様子で、はい、これが人間が座ってる、はい、座ってる感じですね。はい、という由来ですね。おはい、花という字はこんな感じです。破れちゃね、面白いね、漢字って。見て、破れちゃった。漢字って面白いですね。面白いの。はい、はい、じゃあ、はい、愛の番ね。次、どれ、これか。はい、はい、見せてください、みんなに。はい、愛が書いた。もうちょっと近くないと見えない。なんていう字。美しい。美しい。なんでそれ選んだの。美しいから。まあいいか。はい、見せて、ちゃんと見せながら。いくよ。羊は古来より神事の際見物として備えられていた動物です。大きな羊は見物としての価値が高く、大きいものは善といいものとされていました。さらに神に唱えられている、備えられる羊は美しく完全であることを求められたことから、大きいってどこに書いてある。これね、大きい羊、大きい羊イコール美しいの漢字が生まれ、美しいという意味を持つようになったとのことです。はい、羊は神様なんです。ほら、ほらよ。はい、次、じゃあみー、パパ、何、羊神様なの。はい、はい、次、ミーの番です。はい、はい、何っていう字漢字書いてあるんですか。ミーは人です。人。はい、じゃあこの由来を調べていきましょう。はい、はい、人が2人で支え合っているところをかたどったものとよく説が広がって知られています。こうやって人と人が支え合っている。どこが、こことここ、うん、はい、しかし甲骨文字まで遡ると横から見た人間が一人で手を下に下げて腰を曲げた姿をかたどったものだというそうです。人は一人のようですって書いてありますね。腰を座ってる、うん、腰を座ってる。手の跡がついてる。ほら、見て。ヤッホーじゃない。はい、
じゃあ次ユウだね。パパじゃない。パパ最後にユウは次何？どうしよう。食べました。誰は言わせてない。はい。次ユウ。ご紹介して。喜ぶにします。こういう感じです。喜ぶの由来、はい、中国の古代においては、あ、分かった、中国の古代においては、それは神に告げる祈りの歌であったと思われます。祈りの歌、つまり喜ぶという漢字の元々の意味は神様に対して祈りの歌を告げるというようなものだとようなのです。それによって神を喜ばせる、あるいは歌い手の気分が上がる、喜ぶという意味が生じてきたのでしょうっていう、そう、皆さん、神々の神を喜ばせる、し、口、いい言葉だね。せーので、愛、はい、愛は愛の、なんで愛選んだんですか。愛が大事だから愛ぐるる、これね、はい、愛の由来は、人間が後ろを向く姿、はい、人間が後ろを向く姿、ここだ、どこ、心は人間の心、そりゃそうだね。パパ、トイレ入れてきていい、ちょっと待って、これ何て読むの、またはあ、漏れちゃう、またはあと1個しかない、人の足を表します。ここは人の足を表します。こんな感じでちょっと持っててくれる、こんな感じでいくよ、こんな感じそんな感じかな、はい、心は人間の心、はい、いや、そうです。つまり愛とは、人がゆっくり歩きながら後ろを振り返ろうとする心情を表した感じのです。はい、歩いてるんだ、じゃあずっと、はい、歩きながら後ろを振り返ろうとする心情で、それが愛、はい、はい、Mi、はい、の番です。はい、なんて書いてくれた、心です。心、はい、見えますかね、はい、心、はい、じゃあ心の由来をいきます。心は心臓の形をかたどってできた造形文字です。心臓は体全体に血液を送る機能があることから、めぐるやじわじわ染み入るというイメージを持っています。昔から心臓は生命を所持する重要な場所であることをされていると同時に、思考や精神は心臓に宿っていると考えられ、大切な場所は全て体の中心にあるとされています。このことから、心が真ん中、大事な部分、要という意味でも使われるようになったのです。そういうことですよ。中心、心臓の真ん中、中心。中心。あ、心臓は、確かにさ、ドキドキ。はい。じゃあ次、はい、ゆうの調べたい漢字の由来は、一応漢字は奈良の奈です。はい、意味は、奈はからなしという果実を意味する漢字です。からなしはバラ科の花輪の別名です。また奈にはどうかという手段や方法を尋ねる疑問の意味もあります。由来は、由来、この下の字、字、これ長くない、示すは、お祈りなどの神事で使われる文字です。はい、え、本当に、うん、この上の大きいは、それは書いてない、書いてない、あ、うん、中見えちゃう、ってことで、こんな感じの名は、こういう漢字の由来です。はい、はい、次は愛です。はい、愛です。
はい。私は犬。犬？どこ？犬じゃない、柵。柵。はい、柵。みーは柵を選びました。柵。はい、この由来は花びらが開くことを柵と言いますが、花びらが開く。古くは花開くと表記していました。花開く。柵を柵の意味に使うようになったのは、花開く様子を人の口元がほころびる様子に例えるからだとされています。花咲く、花咲く、はい、あ、分かった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 っていうことです。愛の花が咲く、はい、はい、3人以上です。はい、犬です。これ犬じゃなく咲く犬。はい、最後漢字パパがやります。はい、はい、誠という漢字、これはパパの名前です。はい、誠の由来は偽りのない心という意味がある。権限は神様への祈りがなるとことで、思いが神様に真実と証明されたことを意味しているんだそうです。木に満ちるものなどの意味にもなったことです。この誠と実の2つの漢字が合わさって中身がしっかりあり偽りがないという意味になったそうです。はい、これが誠という字です。はい、嘘をつかないということで多分親がつけてくれたと思いますが、実は違うんです。パパの名前の由来は親の世代で流行った誠ちゃんという鼻水垂らしたような子供の名前から取ったそうです。嘘なの？残念ですえ、でもね、パパ本当嘘つかない。はい、はい、じゃあ今日はどうでした、みんな。楽しかった。漢字の勉強というか、まあ、漢字には勉強みたいな、一つ一つ意味が難しいよね。意味があるということで、それが知れました。昔から漢字をこう書くのは昔から意味があったということで、漢字中国書かれたよね、うん、漢字中国。さあ、みんなもやってみてね。もし何か気になる漢字があれば探してみてください。